ンパンポーン。このドラマ CD はフィクションです。本編の人物や団体などとは関係ありませんのでご注意ください。ピンポンパンポーン。俺、ミューランに告白することにしたよ。ああ、風よ、どうしてそんなに優しく俺の髪をなぜるんだ。俺は獣王国ユーラザニアからテンペストにやってきた使節団の一員で、狼の獣人のグルーシス。俺は今テンペストの丘の上で風に吹かれて、少々センチメンタルグルーシス。なぜかというと、先日こんなことがあったからだ。ミュラン、もし全てが無事に終わったら、それからどうする？私、せっかく自由になれたけど、ヨウムの人間の短い一生分くらいなら束縛されてもいいと思っているわ。それって皆まで言わせないでよ。もうおうもうヨウムったら。ミューラン、そんな他人行儀な、ミューちゃんって呼んでいいのよ、ヨウくん。えへ、ミューちゃん。なんてことがあったからだ。ちょっと誇張しているが、チッ、何がヨウくんだ。いや、実際にはそんなこと言ってないが、このままじゃそんな展開になってしまう。俺の空っぽの胸を冷たい風が吹き抜けていく。ああ、俺は人生で初めてこの感情を知った。そう、昔の人たちはこの感情にぴったりの名前をつけたんだ。切なさ。グルーシスさん、詩人っすね。ゴブタ君、聞いてたのか。何も恥ずかしがることはないっすよ。恋する男はみんな詩人っす。その気持ち、オイラにはよくわかります。まるで恋のベテランのようなことを言うな。こう見えてもこのゴブタ、恋にかけちゃちょっと一加減あるっすよ。そうなのか。女心と秋の空す。それはリブル様の故郷のことわざっす。広辞苑第6版によると、男性に対する女性の心は秋の空のように変わりやすいという例え。古くあった男心と秋の空の男を女に置き換えたものだとリムル様が言ってたっす。広辞苑が何かはオイラは知らないっすが。女心は変わりやすい。あるっすよ、チャンスは。チャンスがある。グルーシスさん、この絶体絶命の状況からミューランさんを振り向かせてみせようじゃないっすか。わかった、ありがとうゴブタ君。でもどうして俺に力を貸してくれるんだ。オイラは面白ければ何でもいいっす。じゃなくて、昇進のグルーシスさんを放っておけないだけっす。今本音がダダ漏れだったような気がするが、まあいい、協力してくれるといいんだ。よろしく頼む。では参謀を集めてくるっす。参謀？恋の参謀っす。そう言ってゴブタ君が声をかけて集めてきたのは、はい、恋の参謀リムルテンペストです。恋の参謀ってなんだ。ベニマルです。恋の参謀、宗衛です。恋の参謀、ランガです。そして恋の参謀ゴブタス。グルーシスさん、こんなに頼もしいメンバーが揃ったっす。もう大船に乗ったつもりで大丈夫っすよ。そうかな。まあなんだ、あまり期待できそうもないが、皆さん
お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。では早速始めるっせ。まずはリムル参謀、どうやったらミューランさんがグルーシスさんになびくと思うすか？そうだな、やっぱりなんだかんだ言ってベタだけどちょっと不良っぽいけど実は優しいやつってモテるよね。実は優しいやつ、ギャップ萌えっていうのかな。不良が雨の日に箱に入った捨て犬を拾う、それをたまたま彼女が見ている。いつもと違う無邪気な笑顔、聞いたことのない優しい声。お前どうしたんだ、こんな雨の中捨てられたのか。風邪をひいてしまうぞ。おお、よしよし。彼女はいつもと違うその姿、ギャップに思わずときめき、そしてさすが主、いやリムル参謀、最高です。やりましょう。このランが協力を惜しみません。箱に入って捨て犬を演じましょう。見事ブルーシス殿に拾われてみせます。もちろん我は狼なので犬の演技をしてみせます。おお、そうか、ランガ参謀、協力してくれるか。はい、ですが我は身も心も主のものですから、すべて演技です。ご心配なさらぬよう。なるほど、ギャップ萌え、いいかもしれませんね。ならば犬を拾うのもいいのですが、繊細な面を見せるというのはどうですか。繊細な面というと、ベニマル参謀。周囲からはグルーシス殿は戦いが得意と見られていると思います。そうっすね。そこで戦いの大胆さとは違う繊細な一面、大きなギャップ、例えば編み物。編み物、手編みのマフラー。マフラー、それをそっとミューラン殿の背後から巻いてあげる。いい、いいぞベニマル参謀、アスナロ抱きだな。アスナロ、いや気にしないでくれ。だがいいぞ、なんだか少女漫画みたいでドキドキしてきた。ミューランさんの気持ちになって考えたら思わずときめいてしまったっす。ギャップ萌え。ベニマル参謀、感謝します。早速編み棒と毛糸を用意して。待ってください、ソウエイ参謀。手編みのマフラー、確かに悪くないが。何か問題でも？この暖かい季節にそれは喜ばれないと思われます。カーン！なんという盲点。マフラーで首周りが蒸れ、汗もなどできてしまったりした日にはギャップ萌えどころか。グルーシス、ちょっと考えなさいよ。美しい肌に汗もができちゃったわ。どうしてくれるの？おう、プンプン。なんてことになりかねないかと。確かに、ソウエイ参謀の言う通りだ。では、ソウエイ参謀にはどんな考えがあるというのだ。そうですね、古来からある策ではありますが、押してもダメなら引いてみなです。押してもダメなら引いてみな。駆け引きですよ。押して押して押して押しまくる。それが今までのグルーシス殿。はあ。だが突然そっけなくなる。何か冷たい声をかけてもあしらわれる。それで、そうなるとミューランドロはどう思うでしょうね。どう思うんだ。ミューランドロはどうしたのかしら。グルーシスはあんなに私に粉をかけてきていたのに、鬱陶しいくらいだったのに、うざいくらいだったのに、急に冷たくなったみたい。あれ、どうしたのかしら。私何かこの気持ち寂しいってこと。私
クルーシスに相手にされなくなって寂しい。ああ、クルーシス、また私にかまって。なぜかしら、クルーシスのことばかり考えてしまうということです。なんとそんなテクニックが。かやるじゃないか、ソエさんぼ。ソエさんぼ、なんという恐ろしい作戦を。あなたは悪魔か、いや神か。でもそれってイケメン限定の作戦っすよね。え、ソエ参謀がやるなら効果があるかもしれないっすが、グルーシスさんがやって効果がありますかね。それは暗に俺はイケメンじゃないと言っているのかな。そうは言わないっすけど、どちらかというと 2.5枚目。おい、まあそうだな。リムル参謀。そうですね、デニマル参謀まで。イケメン以外がやっても逆効果かもしれないっすね。声をかけられなくなったわ。あ、すっきりしたっすって。グルーシス殿、やめておいた方が無難のようだ。そうか、ソウエイ参謀ならきっとうまくやれるのだろうが、危険な作戦はやめておくか。それがいいっす。なら歌か。え、じゃあランガ参謀いかがっす。グルーシス殿は獣人、狼の姿になれる。ああ、我が主を乗せて駆け回るように、狼の姿でミューラン殿を乗せて草原を駆け回ってはいかがかな。きっと喜ばれると思う。そしてその姿に我が主が我を熱い目で見つめるがごとく、ミューラン殿もきっとグルーシス殿を熱い目で見つめてくれるであろう。背中に乗せるね。あ、ランガ、盛り上がっているところ悪いが。え？俺、別に熱い目でランガを見つめていないぞ。そんな。主は我よ。我よ。ああ、泣きながら去っていったっす。ちょ、ランガ！他にないっすか？参謀の皆さん。そうだな。ゴブタ参謀のアイデアを聞いていなかったな。そうだ、ゴブタ参謀、一加減あるんだろ？聞かせてくれ。食べ物っすよ。食べ物？なんだかんだ女の子は甘いものが好きっす。蜜に惹かれるミツバチのようにフラフラと引き寄せられ、そして虜になるっす。ああ、確かにミューランも甘いものは好きだったな。そこでギャップ作戦と合わせてお菓子を手作りしてプレゼントするっす。なるほど、お菓子作りならそんなにハードルも高くなさそうだ。じゃあもうそれでいいじゃん。そうですね。あ、いい。あ、なんかめんどくさくなってません？だってさ、俺別にお前の恋に興味ないしさ。俺もです。右に同じ。ひどい！じゃあ頑張ってくれ。俺もそれなりに忙しいんだ。俺も。失礼する。言ってしまったっすね。あ、じゃ、オイラもそろそろ師匠との訓練があるんで失礼するっす。おい、ゴブタ君！グルーシさん、頑張ってくださいっす！頑張れって、おい。じゃあ、お菓子を作ってみるかな。こうして俺は、シュナ殿にクッキーとやらのレシピを教えてもらい、自分で作ってみたのだった。うまい！自分で驚いてしまった。
やればできるもんだ。じゃあこれをミューランに渡してくるか。俺はミューランを探した。なんといっても獣人なので鼻は利く。ミューランの香りをたどってとてもいい香りだ。テンペストの町を出て森の中でミューランを見つけた。小鳥が鳴く。風がそよぎ、木漏れ日が揺れる。移ろう陽光を浴びてミューランは花のように可憐。俺本当に詩人になろうかな。ミューラン。グルーシス、こんなところでどうしたんだ。散歩よ、グルーシスは。そのちょっと渡したいものがあって。渡したいもの？これなんだが。なんだグルーシスか。散歩ってお前もいたのかよ、ヨム。いちゃ悪いかよ。ミューラン、これお花。ああ、そこに咲いてたんだ。ほら、紙に飾っている。まあ、ありがとう。よく似合うぜ。ミューランにそんな花は似合わないぜ。なんだと。なぜだ。ミューランの方が花よりもよっぽど綺麗だかな。何言ってんだお前、顔が真っ赤だぞ。うるせえ。お世辞でも嬉しいわ。ありがとうグルシス。礼を言うようなことかよ。なあミューラン、この先に見晴らしがいい場所があるんだ。行こうぜ。ああ行こう。なんでお前まで来るんだよ。うるせえって。ヨウムが案内してくれた見晴らしのいい場所、そこは確かにいい場所だった。暖かな陽光、色とりどりの花が咲き、まるで楽園のようで。まるで楽園みたい。俺も今同じこと考えてた。こんな場所があったのね。とっておきだ。この間見つけたんだ。いいだろ。ああ最高だヨウム。お前に聞いてねえよ。ああ、もう喧嘩しないで。ほら二人とも座って。この光景を、平和な時間を楽しみましょう。ああそうだな。グルーシス、お前はもう少し離れて座れ。んだよ、たく。綺麗ね。ああ。つかの間でも大変なことを忘れることができるわ。こんな時がずっと続けばいいのにね。そうだな。まるで小鳥が歌っているかのよう。心地いい歌声だぜ。歌か。うん、なら歌か。さっき宗衛参謀がボソッとつぶやいていた。宗衛参謀？俺は思った。そう、歌だ。ミューランに捧げる歌を作って歌うんだ。歌は心を震わせる、心を動かす。ミューランの心を。ミューラン！どうしたの？グルーシス？聞いてくれ！何を？俺はミューランへの気持ちを全力で歌に込めて熱唱した。即興で考えたのと、とてつもない恥ずかしさのせいで記憶はない。なんだその歌！ヨウムなきあと俺が伴侶だじゃねえよ！俺の魂の叫びだ！何が魂だ、何が長生きだ。分かった、今ここでてめえの息の根を止めてやる。やるか、望むところだ。ミューランは俺がここでもらい受ける。てめえ。ミューラン。
あなたらしい素直な気持ちを歌にしてくれたのね。だけど私は。ミューラン。おい。でもごめんなさい。私はヨウムを伴侶に選んだの。だからあなたの気持ちに応えることはできないわ。だよな。やっぱり俺は待つしかなさそうだな。くっそ、俺が死ぬ時絶対道連れにしてやっからな。お断りだ。なんだと？やるか？もう二人とも血の気が多すぎるわ。しょうがないわね。ちょっと手合わせでもしてみたら？え？ただしやりすぎないようにね。いいだろう、久々にやろうぜ。逃げるなよヨウム。誰が逃げるか。この英雄ヨウム相手に勝てるとでも思ってんのか。はいはい、少し離れてやってちょうだい。行くぞ。と、その前にミュラン、これ。これは？お腹が空いたら食べてくれ。じゃあ改めてヨウム行くぞ。うるせえ、来い。まったく男って。お菓子どうしたのかしら。おいしい。意外と料理のセンスはあるのね。そして夕方まで俺とヨウムは手合わせを続け、二人ともヘトヘトになったのだった。勝負はまあ引き分けということにしておいてやる。ああ、帰りはランガ参謀の助言に従って狼の姿になって、ミューランだけを背中に乗せてヨウムを置き去りにしてテンペストまでかけてやった。そうだな、ミューランは結構喜んでくれていたと思うぜ。まあ今のところはこれでいいのさ。おし、オランク、おめえら、すっげえな。ロイヤ国の登録者だと、本当にありがとな。だけどみんな、これは終わりじゃねえぞ。次の狙いは、1000人の登録者。だからみんな、ノーレイオン・ザ・ワールド。チャンネル登録と高評価よろしくな。それじゃまたな。次は設定見てくれるな。